このワクチンの証明書を、はい、取れてるかちょっと確認したくて、取れてるというのはアプリで取ったんですけど、うんうん、デジタル証明、マイナンバーカードを使って、そうそうで、うん、6月に、はい、海外に行く予定で行ったんです。先月行ったんです。行く予定で空港に行って、うん、タイに行く予定だったんですよ。で、接種証明を私、うん、打ったやつの、うん、打った日にもらえる紙を、うん、2回目とかね、あ、それです、はいはい、それを持ってって、うん、飛行機に乗れなかったんです。これではっていう、これ国内だったらいいんですけど、ね、海外はパスポート証明というまたね、別個の申請したやつが必要となるので、それがデジタルか紙ベースかっていうふうになるんですけど、ね、でお客様はマイナンバーを持っているからデジタル証明をやったってことですね。ちょっとそれ開いていただいて、うん、で、あ、そうですそうです、ですね、詳細表示っていうのを開いていただくと、それ QR が出てくるっていう、まあ、二次元みたいに出てくるんですけど、うん、これ私たちが持ってるものではかざしても多分出ないと思うんですけど、空港とかで、うん、そうそうそう、あの向こうで打つやつ、なので出る、多分これかざしてもね出ないと思う。一回ちょっと見てみてもいいですか。はい、多分ねこれが今出たんですけど、多分これ開かないと思う、うんうん、本当だ、うん、やっぱりねそう簡単に個人情報出ないようになってるから、まずちょっと戻しますね、はい、でこれで下に下げていただいていいですよ、はい、で3回目が4月19日に打って、はいはい、でちょっともっと細かく出るのかな、で、9月と、うん、今日、うん、あ、違う、待って、21年の8月が1回目、はい、9月が2回目、はい、4月が3回目ですよね、はい、うん、これ全部3回目まで出てるので、うんうんうん、さっき見た QR の、あの、その中にはその3回までのお客様がどんなワクチンを打ったとかっていうのが確認取れる、うんうん、で空港の方で多分そのかざしたら、まあ、それが読み取れるものがあると思うんですね、うんうん、私たちのその QR とはまた違うやつ で、うんうん、でそれで今の私が読み上げてきた1回2回3回の情報が入ってるので大丈夫。今度いつ出発ですか。7月4日。じゃああんまり期間がないから、うん、あの行かれる方はそのデジタル証明とは別で、うん、紙ベースも持って行かれる方も中にはお見えなんですね。両方持ってした方が便利かなって言って、で、紙ベースの方は基本郵送なんですよ、うん、郵送で用紙を書類を送って、うん、それに問題がなければパスポート証明の証明の紙 A4 サイズのペラ1枚が送られてくるんですね、うん、で今ご案内したいのはもしご希望だったらその紙ベース本当は郵送なんですけど、郵送だともう時間がないから間に合わないから、私たちここでは受付ができないんですけど、うんうん、こういったセンターをも、あの窓口のセンターを設けているんです、うん、それがどこかというと栄のアッパホテル錦なんですね、はいはいはい、でその中の一室で、うん、今のこういう発行センターみたいにやってるんです、うんうんうん、でそこだと書類を持ってって、うん、最短で30分、長くても1時間ぐらいでその日中に持って発行したものをね、さっきお見せしたものを持って帰ることができるというふうになるんです、うん、まあ、一応これはあるので、うん、まあ、問題はないですけど、うん、もしあの紙ベースも心配で持ってきたいとなればそのご案内もできます。ただその受付は、まあ、今から行ってじゃあはいっていう風じゃなくて、うん、基本予約なんですよ、うん、でそのまた予約サイトがあるので、うん、そこ開いていただいて、うん、で向こうの受付が空いてる時間帯と、まあ、お客様の都合よろしい時間帯に、うん、まあ、予約を取っていただいて、うん、で実際行って書類を持って行っていただくっていう風だったんですけど、うん、なんかお年召した人とかだったらうまく出せなかったら緊張するからって言って紙持ってて、まあ、そうそうそう、紙も両方ね持ってったりするんですね、うん、お年召した人って結構マイナンバーカード持ってたりするから、うんうんうん、でこれ月曜日なので、例えばこの1日の金曜日のこの空き時間に予約を取って紙ベースを発行しに行くか、うん、このバッテンのところとかで飛び込みじゃないけど行くと、うん、結局予約取ってる人たちの合間に作って合間の時間があれば作ってくれるって感じなんですけど、下手するともうずっとずっと待たされてむっちゃ時間かかるみたいになっちゃうといけないので、うん、なのでまるであの必ず予約を取っていった方がいいんですね。いかがしましょうか。このようなんか書類って、うん、あ、ここにこれが申請書なんですね、うん、で
客様が行かれますよね、もちろん主人も行くんですけど、お二人。じゃあちょっとまず書き方の説明ね、うん、まあ、それぞれ本人さんが書くっていうことと、うん、で海外用だからここ丸ね、うん、でさっきの情報をこの 1,2,3 回情報をここに、ここに書く、うん、でプラスここは同意してもらう欄なので読み上げていただいてチェックを入れる、うん、なので実際ここ書くところはここ、ここ、うん、でここ、うん、であとはこことここだね、うん、私が今チェックしたから、うん、まあ、これを2人分まあ書くってなるんじゃないですか、うんうんうん、であと何が必要かというと、うん、はい、この申請書ね、うん、はい、あと、接種券の写し、これもデジタルじゃなくて紙の、はい、紙の方、あ、紙、うん、そうそうそう、あのさっきあのおっしゃったみたいに間違えて持ってったやつ、そう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 、 あれの 1,2,3 回の写し、うんうんうん、で、旅券、あの海外旅行なのでパスポート、顔写真部分ですね、うんうん、顔写真部分、あとこちらが直接行くから返信用は必要なくて、うん、で本人様確認書類、マイナンバーカードをお持ちなので、うんうん、マイナンバーカードがあれば本人様確認書類これになるので、うんうん、これがこれになるので、で結局お客様の場合は接種券の写しと、うん、パスポートの写しとマイナンバーカードのコピー、うん、これを、この申請書と合わせて、うん、先ほど申し上げたアパホテルの錦に行っていただく、うん、でさっきみたいに、この予約をして、うん、その時間に行っていただく、うん、というふうになります。お二人分取るときもこれ、まあ、一応この時間帯に取るじゃないですか、うん、じゃあ連絡事項っていうところが出てくるんで、例えば誰々と二人で行きますっていう風にやると、二人分予約を多分取ってくれてるはずやから、うん、っていう風にあのそれぞれ一日あのいちいち一人ずつ取らなくても、うん、この一回の操作で二人分取ることができるから、連絡事項に必ずね入れていただければ取ることはできます、うん、で土日はここお休みなので、うん、行くんだったらもう、うん、1日の金曜日、ありがとうございます。してるんですけど、紙の証明書は今回申請初めてです。はい、今まで郵送ので手続きもされたりしないですか？ないです、はい、ありがとうございます。ちょっと後ろのデータベースでこちらの接種情報がデータベースに登録されていると確認してまいりまして、少々お待ちください。確認できましたのと、あとデータベースにきちんとデータが3回目まで残りましたので、今から手続きにお知らせいただきます。2人分ですので少々お時間いただきまして、40分から50分ほどかかりますので、ソファのところにかけてお待ちください。はい、で証明書が来ましたので、お取りその分の確認の方をお願いいたします。ありがとうございました。前全然いなかったのに。はい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 。ありがとうございます。チケット取れました。チケット取れました。取れたんで、空港で働いている常連さんのところ挨拶行きたいと思います。そろそろヤバト？入れる。飛行機に乗れるよ。ごめんね。仕事前で。すげえ。
任者なの。責任者です。よし。あ、じゃあ行きます。すみません。待ってね。今から飛行機に乗ります。乗ります。乗れます。乗れました。乗れます。チケット取れました。どうしよう。トイレ借りれる。